こんにちは、シタロウです。どうも悩んでます。インスタ3605の使い方なんですが、どうも実は昨日アップした動画でエンディングをインスタ3605のハイパーラプス使ったんですけど、思ったほど質感がこううまく表現されてないなっていう感じがしまして、iPhone 上では画面が小さくてあんまり気がつかなかったんですけどね。ちょっとこんな感じなんですけど、なんていうか結構こう画面が潰れちゃってる感じがするんですよね。特に緑の部分なんか、まあ葉っぱとか土手の緑の部分ですね、かなり潰れちゃってる感じで、ハイパーにしてもちょっといまいちかなという気はしてまして、でその動画の前半の部分のハイパーラプスの方は、こちらは動画編集ソフトの機能を使って高速化してる感じです。で撮影自体は赤楚の V50X で標準で撮っておいたものを8倍速で、まあ、早く回したみたいな、そういった違いはあります。ハイパーラプスの解像度は公式サイトを見る限りフル HD1080 の 30fps で、私の方で撮ってる他のカメラに関しては最初撮ってるのは 4K30fps ですんで、まあ解像度は違うけど、まあ、フレームレートで合わせてるみたいな感じですよね。インスタ3605で撮りためた動画というのは一旦 iPhone の方に転送して保存される形になります。でその際にフル HD に変換はされているんでしょうね。その辺何かこう編集自体、動画編集ソフトでやってる時に設定とか何かあるのかなっていうのはちょっとよく分からなくて、まあいろいろまだ慣れてない部分もあるんですけど、で元画像自体はその、まあ、動画編集ソフトでのレンダリングであるとか YouTube でアップした時点で劣化していくのは、まあ、そういうもんなんだろうなとは知ってはいたんですが、そういう意味で、撮りためた元画像はできれば全て 4K30fps で統一したいところであるんですけれども、このインスタ3605についてはまあ最初からその 4K 動画で撮るっていう形のはもともとないので、ある程度まあ目はつぶってはいたっていうのはあったんですが、って感じですね。これを買う時の企画動機、あ企画じゃない、動機ですね、動機については以前の動画でも話はしたんですけど、うちの猫動画、猫ちゃんの動画ですね、それを拙者で撮れると面白いかなと思いまして、かなり目の位置ですとかおでこの位置で撮ったりするっていうことが目的で購入しちゃったのもあったんですけど、実際撮ってみると家の中ということもあってかなりなんかボケた感じでして、今一つなんか昔の映像の昔のカメラで撮ったような映像になってしまったという感じはあります。ちょっとご覧ください。こちらは60秒ごとの撮影のインターバル撮影というものを使っています。暗めの室内なんである程度はしょうがないかなっていう気はしてるので、まあそれは臨場感優先みたいな形で使うのもありかなとは思ってはいました。
これを静止画像としての写真撮影にすることもできるんでしょうけど、そうするとせっかくのテーブル補正機能付きカメラとしてはもったいないかなという気はしています。それに写真だったらむしろ iPhone とかデジカメの方が綺麗が撮れるし、まあそれちょっと本末転倒なのかなという気もしました。とりあえず室内での利用は少し今のところ難しいのは分かったので、もっとこう何かしらシチュエーションを変えて、天候のいい日とかですね、外出先でのインターバル撮影やハイパーラプスをもう一度試してみようかなとは考えています。それでダメだったらそれこそインスタ専用のカメラとして使うかなとかいうのもありなんでしょうけど、むしろそれが本当なんですかね。実際そうだと思いますけど、まあインスタやってないんで、なんかカメラのためにインスタやるのもどうかなとは気はしないでもないんですが、それにしても動画撮影の難しさを垣間見ました。なんか本当に毎日いろいろこう勉強することが多くて大変だなという気がしますが、結構それはそれで楽しんだりしてるのもありますね。それではご覧いただきありがとうございました。